はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。村人自然使いのケプトです。今回はですね、ちょっとね、自分の対戦動画とか、まあ配信とかのね、試合を見てくれてる人はたまに見かけたりすると思うんですけど、このようなコメントをね、なんか見ることがまあまああるんですよ。で、まあこういう類のコメントに対して別に心をね、痛めたりすることはないんですけど、まあまあ言いたいこともわかると。飛び道具ね、パチ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 と退屈に見えるということもあるんで、今回は、VIP マッチに行って、VIP マッチでじゃあパチンコなしでやってみてどうなるのかと、ね、こういう縛りプレイみたいなことって基本的にはなんか対戦相手に失礼になるかなと思って、正直やってなかった、今までやってこなかったんですけど、まあまあまあ自分もね、ガチ対戦しててパチンコがこう癖になってて狩られたりとかすることもあったり、パチンコのね、ジャンプを狩られて負けたりとか、そういう経験もあるんで、まあいい気づきとかになるかなと思うね、勉強にもなるかなと思うんで、やっていこうかなと思います。パチンコ禁止で村人 VIP 勝てるかっていうことですね。それではお願いします。よろしくお願いします。さあさあさあ、まあね、ちょっとこの収録のために練習とかしたわけじゃないんで、怖いのはパチンコ出してしまうこと、誤ってパチンコを出してしまうことを恐れております。ただ出したら出したら、ね、即終了でまた取り直します。いやー、まあ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 身長が低いんで、いいでしょう。ちょっと名前変えたつもりだったんですけど、変わってなかったですね。さあ、パチンコがやっぱ打ちたいし、だからクエヌのね、使い方の勉強にはなるかもしれないね。やばいやばい、普段やっぱパチンコに通っている中距離でやることがなくなりますね。さあ、クエヌとアニマと内回りの軸、その辺なんだな。 DA と掴みを使っていくか。逃げでパチンコ使いたいね。これは結局地味っていう土地で高額が僕になるんで、斧だな、斧欲しい。封鎖とかもね、パチンコに隠れていつも打てないので、あっ出てないんでセーフです。ギリギリセーフ。さあ、さっきを取り直していきましょう。お相手ルカリオです。その名前も変えてみました。ゴー！たたたたって、ね、思われてしまうと失礼になるから、たたたになるから、ちょっと言ってこなかった。肉体派の男、そういう戦いですね。これ相手うまいな。どうする？さあ、気を取り直して。ピンタオ選手のスネークですね。欲しいね、パチンコね。さあ、行きましょうか。DL 差し返して、DL 差し返しとかは良くないですよ。見てよ、すごいな。ここパチンコで阻止にいけないのが大きいです。さあ、これそう、ああいうね、基礎し阻止にもパチンコってすごく強い。なんで別にそれはできるでしょう。それは別に縛ってない。そのステップベースもつまらないですよね。
ウノだな。ウノだと大事。そろそろね、全然打っちゃうパターンとかあるんで。メテオ縛り。まあ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 こんな感じ。まあパチンコなくてもいいですよ。ロックでね、3つぐらいお父さんないと。はい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 。さあ最終戦、お相手はニャンチュー、ニャンチュールフ。いいですね。ゴー。え、打ってない、打ってないです。打ってないんですけど、すごいぴょんぴょんする。何、なんか縛りスプレー流行った。左クエム縛り、ジャスラからしたすごさが消えた。いやー、刺し刺しが出ないのかな。きつい、どういうプライドだ。俺が何、空への縛りを見抜いたもん。空への縛ってはないんだけど、あー、なんでできなくなっちゃう。いつもやってることがストップしてるだけ。どうする、影響で決めたいのか。相手は何調べる。危ない、セーフです。言ってないんでセーフです。いいえ、影響あたりが出てきたか。それ空輸とかもやばいな。おっと、袋に手軽になる。急にどうしたんですか。
焦るな焦るな、勝てる。はい、ということで別に派手なことが起きずパチンコなしでも勝ててしまったということですね。違う、そういうことではなくて学びですね。 DA 差し返しとか空 N の空対空とか結構その辺はいつものね、引きパチンコとかに甘えてできてないとこなんで、まあ、そういうね動きもとかいう真面目な動画に紹介して終わりましょうかね。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。